ション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは都営新宿線の市ヶ谷駅でございます。本日ご紹介するのはですね、京王線の千歳烏山駅徒歩13分のプラウド千歳烏山アベニューでございますよ。今この市ヶ谷からですね、京王線の千歳烏山駅まで直通電車待っております。京王線ですね、朝ラッシュ時、ノロノロ運転でございますので、平日の朝ラッシュ時はこの市ヶ谷まで30分ほどかかります。それでもですね、電車を選べばダイレクトでこの都営新宿線に入ってくることができます。本日ですね、祝日でございます。8時31分発の橋本行きに乗車します。こちら乗りますと22分ほどで千歳烏山ダイレクトで行くことができます。京王線は新宿線に直通してるさ、これがまた便利でございますよね。今都営新宿線からですね、直通電車乗りまして、途中から区間急行に変更となっております。そしてこの区間急行千歳烏山に停まります。千歳烏山はですね、2015年に潤徳も泊まるようになったんですよね。なので芦花公園とかに比べると電車の本数としてはかなり多くなります。京王線ですね、笹塚駅から仙川駅かけてですね、高架化工事を行っております。用地取得自体がまだ半分ぐらいなので、本当まだまだかかるんですけども、将来的には高架部分が多くなり、踏切が廃止されていきます。今はですね、抜く駅が少なかったり、踏切も多かったりとかいろいろあって、朝のラッシュ時はですね、ノロノロ運転で有名ではございます。朝の平日ラッシュ時間以外は全然早いんですけどもね。なので京王線で検討中の方で、京王線あんま知らないよっていう方はぜひですね、平日の朝ラッシュ時の時刻表もですね、見ていただけると分かりやすいかと思います。乗り換え案内等で調べると、朝はこんな時間かかるんだって思うと思います。ただそれでも千歳烏山はまだ都心に寄ってますので、そんなにですね、体感距離としては長くないと思います。はい、千歳烏山到着でございます。千歳烏山駅、現在は地上駅になっております。将来的には高架で2面4線になる予定でございます。こういった形でですね、徐々に用地も確保されております。高架化進むといいですね。京王線沿いはですね、こういった踏切がですね、やはり多いってことで、ちょっと街の分断が残念なところではございますよね。で、実際これが交通の渋滞にもなったりしますからね。なので私もですね、京王線沿いの物件調査はもう大体電車で行っちゃいますね。今回ご紹介する物件は南側にございます。そのため朝ですね、都心方面に通勤するっていう場合には反対側のホーム渡らなければいけないんですけども、改札を入らずに踏切を渡るか、この地下の自由通路経路で行くことができます。この地下自由通路があるので、ベビーカーとかでなければですね、それ利用しちゃった方が早いです。朝はこの踏切はなかなか開きません。千歳烏山のですね、改札なんですけども、先ほど映した笹塚寄りと調布寄り2箇所ございます。笹塚寄りのですね、改札は上下線で分かれてるので、正確には3箇所になります。こちら調布寄りの改札はですね、1箇所に集約されており、入って右左で分かれる形になります。将来的にはですね、こんな感じで素敵な駅になります。今どうしてもちょっと古さはありますけどもね、将来的には高架化されて駅舎もですね、かっこいいものとなります。で、今回ですね、徒歩13分なんですけども、バス便も便利でございます。この千歳烏山駅のですね、ライフの近くにあるバス停から芦花高校入り口というところまで行きますと、芦花高校入り口を降りるとですね、すぐに物件となります。それではですね、まずバスで行ってみましょう。バス乗る際は調布寄りのですね、改札からのが近いでございます。駅前にですね、ロータリーがないので、ライフの近くから発着するんですけども、ライフに近いのは調布寄りの改札となります。こちら現在改装中のですね、ライフの向かい側にバス停留所がございます。京王バスの千歳船橋駅行き、こちら乗車すると全てのですね、バスが芦花高校入り口に停まります。
千歳烏山駅から芦花高校入り口は3つ目でございます。平日の朝ラッシュ時間帯でも所要時間は5分程度でございます。こちら時刻表でございます。運行本数ですね、充実しております。終バスは早いので夜遅いって方はなかなか路線バス利用は難しくはなってきます。はい、あっという間に到着でございます。芦花高校入り口停留所降りまして、もう1分もかかりません。建設地右手に見えておりますフラウド千歳烏山アベニューでございます。建築看板を見ながら物件概要行きましょう。売り主は野村不動産です。施工強立建設です。私取り上げたのだとウェリス奈良市の大久保と、あと同じくあれはウェリスになった後ですかね、横浜日本踊りでありますね。その2件取り上げております。プラウドだとこの組み合わせだと名古屋になりますかね。占有面積は 55.42 平米から 86.36 平米、総戸数は61戸7階建てです。京王線千歳烏山駅徒歩13分、アドレスは東京都世田谷区粕谷1丁目です。2022年の3月末竣工予定となっております。こちら敷地配置図なんですけども、接道面多いですね。今私がいるのはこの南側で、バス停はこの付近ですね。千歳烏山方面のバス停はもっと近くにございます。でエントランスがこっちの通り沿いになるようでございますね。でこちらですね、現在囲いがありますけどセットバックはするようでございます。これ見る限りここが囲いですよね今。ただもっともっと広げるのであの狭い感じではなくなります。インターロッキングで遊歩道にしてくれるみたいですね。この既存樹とあるのがちょうどここで見えますね。素敵な既存樹でございます。これは残すようでございます。もともとは戸建てと言いましょうか、まあお屋敷と言った方が正しいですかね。大きい家がございました。南西向き住戸に関してはこちら方向ですね。少しマンションと被る住戸もありそうですね。こんにちはっていう感じで、まあ接道してるので範囲、はい、的に壁戸にはならないですけども、住戸にもよりますが、このような眺望になりそうでございます。でこちらが南東側になります。まあこちら側も接道はしっかりとしております。こちら目の前の分譲マンションガーデンビラですね。こちらを見る形になる住戸が多そうでございます。これも素敵なマンションでございます。周辺相場なんですけども、この目の前のガーデンビラ芦花公園が2005年築でございます。新築時の坪単価が約210万円で、現在も同じく坪単価約210万円で動いております。目の前のマンションが16年選手で坪単価210万円です。背中側にはですね、世田谷自動車学校がございます。講習のコースがですね広がっております。この裏の芦花洲公園もですね、市道経由であれば2分ほどで着いちゃいます。この周辺ですね、分譲マンションは多いでございます。パークホームズ芦花公園エアリーコート2010年築で、新築時の坪単価約265万円、現在の坪単価約240万円。ザ・ライオンズ芦花公園2011年築、新築時の坪単価約240万円、現在の坪単価約235万円。そして記憶に新しいところですね、クレビア芦花公園、まあ記憶に新しいですともう7年ぐらい経ってますよね。あちらが坪単価、新築時が240で現在も同じぐらいで動いております。なのでこの周辺プラウド千歳烏山アベニューの周辺は築10年前後で坪単価240万円前後という相場でございます。なので新築なのでもちろんそれよりは全然高くなって当然なんですけども、まあ、坪単価300万円ぐらいだと、まあ、適正価格と言いましょうか、まあ、売れる価格かなと思います。坪単価300で収まるかどうかというのは一つポイントになってきますね。
まあ、野村不動産なので単価はもうちょっと高いかもしれないですけどね、その分いいものだと嬉しいですけど、この周辺ディスポーターついてるマンションが多いので、ディスポーターついてるといいですけどもね。今回モデルルームがですね、吉祥寺なんですよ。プラド市吉祥寺と同じところになりますので、この後向かいます。ろ過公園向かう時のバス停はこのセブンイレブンのところから出ます。セブンイレブンの先ですね、見えてるのは東京テラスでございますよ。こちらからもですね、同じく運行本数は充実してるんですけども、徒歩13分物件ですので十分歩ける距離でございます。千歳烏山駅前ですね、ほぼ一直線でございます。ただ今回ですね、道が厳しいでございます。すごい坂があるとかそういうんじゃなくて、歩道がねんすよこの辺で、あの道狭くて、私もこの辺車で走ることあるんですけど、バスとすれ違うとか結構ヒヤヒヤです。ここはまだいい方なんですけどもね。なので、まあ、価格とか説明しようとかまだ全くわからない状況ではあるんですけども、一番に確認しなきゃいけないのは道のりでございます。これいつもお伝えしているところではあるんですけども、同じ駅徒歩分数でも整備された道のりなのかそうでないのか、高低差があるのかないのかとかで全然体感距離変わってきます。これ当たり前のことではあるんですけども、まあ、どんな物件買うときも駅から歩くってのは当然であるんですけども、この物件に関しては真っ先に歩くべきかなっていうぐらい、ちょっと道がですね悪いでございます。まあこの辺地元の方は慣れてるのかもしれないですけどね、当然ながら慣れですからね。ただ例えば広い歩道がある町で育ったとかそういう方だとちょっと抵抗あるかと思います。まあすでにですねこんな感じでもうガードレールもない中で車が結構近いところをですね通過していきますので、あんな感じでバスもですね結構狭い道をぐーっと来る形になります。あちらさっき乗ってきたバスですね。で今回通学校なんですけども、ろ過小学校で徒歩13分で、ろ過中学校で徒歩12分でございます。日常の買い物としては東京テラスのサミットストアだったり、あとガスタンクの近くに業務スーパーがありますね。あとは先ほどですねライフの前から乗りましたけど、あのライフで買い物をしてバスで帰るっていうのはすごく楽だなと思います。保育園事情に関しては最近世田谷はもう待機児童ゼロになりましたからね。なんか昔はすごい激戦だなんていうので、もうテレビでもやるぐらいでしたけども、そういう悪い時だけ取り上げられちゃうので、例えばそういう印象ついてる方多いかと思いますけど、最近世田谷物件見ててもやっぱり待機児童っていう面ではかなりですね解消されてきてますね。でこういった形でですね、歩道が狭い中で電柱が来たり、こうやって避ける時もちょっと怖いですよね、後ろが車来たりすると。こんな感じでもう回避不能に近い感じで電柱があって、ここ一通じゃなくて両面通行でバスも通りますからね。まあ慣れなんですけどもね、慣れなんですけども、雨の日とかまあバス乗ればいいじゃないっていう話ではあるんですけどもね、全然楽に歩けるんだけどもバスも使えるぐらいのが本当に理想的ですよね。まあここも十分駅は歩けるんですけどもね、どうしてもこういった形で歩道部分には恵まれておりません。あと千歳烏山だと区役所の支所があるんですよね、だから行政手続きも便利ですよね。やっぱ2015年に潤徳の停車駅になったつのはめちゃくちゃでかいですよね。さあ駅だいぶ近づいておりますが、こういった形でバスもガーッと通る形になります。で徒歩の時はですね、先ほどのライフ側の調布寄りの改札ではなくて笹塚寄りの改札の方が便利でございます。都心方面行く際は反対側の改札、この地下流通路ですね通って向かいます。今改札ですね入りました。この改札入る場面まで私の足で12分でございます。一直線ですしそんなに遠いなっていう風には感じなかったです。ただ気を使うですね道のりだなっていうのは正直なところです。駅距離があるんだけども歩道がしっかり整備された綺麗な道のりっていう物件ではなくて、駅距離はあるんだけどもさらにその道のりがですね少し気を使う
道のりっていうところで、まあ、そこはなかなか買わない理由の一つにはなりかねないかなとは思うんですけども、ただバスも使えますし、まあ本当雑な言い方だけど、これ本当慣れですからね。実は歩いてる方いっぱいいるわけで、なのでまあご家族で歩いてみてどう感じるかっていうところでございます。逆に言えばだからこの道のり割り切れればすごくお勧めしやすいんだと思います。ちょっとまだ価格とか説明しようと分かってない状況なのでなんともですけども、これからですね吉祥寺にございますモデル向かいます。プラウド千歳烏山アベニューのですね建設地周辺レポートでございました。それでは一旦失礼いたします。訪問後また別の動画アップさせていただきます。それでは失礼いたします。